だよこれ。ちょ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 、なんで取られてんのよ。サクッとの飯よりポテトサラダ。皆さんこんにちは、こんばんは、今尾です。今回はですね、はい、サムネにもある通り M16、皆さんご覧ください。命中率104ということで、本当にね、命中率 104% でしっかりと敵に弾を当てることができるのかと、まあまあまあ検証していこうじゃないかということで、この武器を使っていきたいと思います。面白ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それじゃあやっていきましょう。最近さ、もう冬でしょ、寒さがさもう増してきて手がかじかんでね、そのあれだよね、できないよねマジで。あははいいねー、みんな。俺こういうスタイルあんまりしたくないんですけど、ただこの武器無反動なのでしっかり中距離遠距離を抜くことができるっていうところが、はい、ここもさ、ここは抜いちゃう、抜いちゃう、抜いちゃわないねー。なんでお前さ木張ってあんのにさ抜けんの、意味がわかんないんだけど。大丈夫です、ここは待ちましょう。待ちながら、皆さん見た、このさ、ここは、あはははおお、ビートたけしは、ビートたけしカットできない。ちょっと何やってんだよ、俺は木投げてるつもりなのに、これビートられてるよ、これビートられてるんだけど、安心してください。この距離も抜きたいね。さあここは味方のカバー、ただ味方が前線に出てないという状況なので、ここは前線に出たら負ける。そうです、あ、いいっすいいっすね。これ味方が前線に出てない状態で自分が前線に出てしまってやられていくと、敵のね人数がまあ圧倒的にあっちの方が有利とかっていう風になっちゃうので、ここは味方が前線に出たのを確認してから僕もここまで行く。何これ、なんでお前はさ、のんきに投げてんじゃねえよ。いいよ、セメティックスグレード、ま、のんきにな、強すぎと、ああ、あそこまで上げる必要はないです。僕は日本指初期位置なので、あそこまで上げないとやはり戦えない。うずし、うそ、いや、そういう性格なんだけど、そういう性格で戦えない。いいですね。さあ発動しましょう、グラビティボルテックスガン。わあ巻き込めよお前、さ巻き込んで戦えよ。本当にね、この武器やはり安定感があるので、さ、ここもだからさ、なんでお前これでエディスしないんですか。スーパーあるあるだと思うんだけど、スーパーなしなしかな、わかんないけど、この人さっきもすれ違ったよねみたいな人いない、俺いるんだよね。オッケー、これ、いや、これ感動せえな、俺感動せえな、感動279とかなんだけど、みんな遅えな、感動な、いる、いないね。ただここはこんなに前線上げなくていいです、皆さん。このぜひね、使いたい人は、やばい、危ないけど、ここはいいですね。さあここも1枚カットしていく、さ、ここも1枚カットしていく、素晴らしいっすね。いいですね、ここウロウロしてる、ただ味方があそこは見てくれてるので味方に任せましょう。ここは勝てる、いやー勝てないね、さすがにね。あんなに上げなくていいんだけど、あんなに上げたって勝てるっていうのを皆さんに見せたかった。そうそう、こういうところに隠れながら1枚カット、そして弾が足りないよ、30発なのでみんなね、弾が足りないという状況になってくるんですけど、ここはさあ2枚カット、さあ4枚カット、4枚カット、俺やばいわ。たまにね、こういう実況ができない日があるんですけど、皆さんご了承くださいね。こうやれたね、これ絶対やれた、こいつやれた、絶対やれたよ。まあ、後半戦をね、真面目に解説していくと、やはりこの武器、中距離、遠距離というのが強いので、近距離、やっぱりね、今の環境はその CBR とかがね、強いというような状況になってきちゃってるので、まあ、なるべくね、戦う。どこ向いてんの？やっぱあいつ何、金ピカピカリンいるよ。いいですね。そう、こういうね、遮蔽物を使いながら、ここも抜けるので、はい、みんな見た？この安定感、やばくないっすか？ぜひね、2本指、その指の本数がね、足りない方はやってほしいんだけど、俺久しぶりにね、この武器使ってて、いや、すごい中距離抜けるなって、本当に安定するなっていうことを思ったので、やれない？ここやれない？木抜き？いいですね。あそこも抜けんじゃない？味方が前線に出てないよね。出てない状況なので、味方が前線に出たら出るっていう合わせ方をしたいんだけど、一人がああいう風にいもられると、敵は出てきてないじゃないですか。だからちょっと微妙なのかなと。こいつと連携を組みながら。そう。こいつと、いやー、やってこい、やってこい、いけー K9! K9 じゃないよ。あれ、人だった、ごめん。これ B 取られてるよ。これ負けたくないよ。で、味方が、やっぱりニュークタンってこういう木を張りながらさ行くっていうことにした方が絶対にいいので、味方が前線に出たなっていうタイミングでこういう風に遮蔽物を使いながら戦うってことにしてあげると、よ、ここは抜ける、さあここも抜ける、いや強すぎる、マジで固定放題なんだけど、ここに一緒いたら勝てんじゃね、で僕はそんな、おい、だからそっちが勝てよお前で、いいね、みんな前線に上がったね、でそこにいるので大丈夫、ここは脇いないね、さあ P 取れる、これB 取れるんだけど、取れそうだよね。いいね。B 取ったね。いやー、ADS 遅いけど。ADS 遅いけど。遅い！
グラビティボルテックスが遅いって。さあ上にいるのを確認できてるので、ここは1枚カットする。いいですね、あの寒さがなくなってきたね。ただこれこの状態3点取りじゃないと勝てないので、味方が前線に押してくれないの。これね、押せない、3点取りしないと勝てないっていう状況ですよ。みんな分かってる？3点取りしないと勝てないんだよ。上げて、いや、ピー取られるな、お前らピー取られるなって。ちょなんで取られてんのよ。取られんじゃないわよ、負けたじゃないわよ。はい、皆さんいかがだったでしょうか。やはり中距離遠距離の安定感っていうのがあって、まあ2本指でもねしっかりと狙うことができたっていうような状況だったので、ぜひこの無反動武器、命中力117の武器使ってみてください。じゃあ皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあ皆さん、またな。